皆さんご覧ください。こちら、ダダーン。なんと、ヒヤさんの枠を作ってみました。ヒヤさんの様子も見たいって方もたくさんいらっしゃったんで、今日からちょっと始めてみます。また皆様のご意見をお待ちしております。ということで、ブーレッどうも皆さん、バグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。ヒヤさんはいつでも左下に、いるよという。なので、今後は常時稼働ものを、このヒヤさん付近に作っていくと、いい感じになるのではないかと思っております。一応左下にね、置いてんだけどね、こう邪魔になんないかなとかいうところでね、心配しているのと、パソコンのスペックが大丈夫かなっていうの。はい、それではよろしくお願いいたします。本日もやってまいりまーす。ショータマグニフィックイズヒア。ヒヤさんよろしくなとは。で、寝るときも一緒に寝ないといけないので、まあいろいろと手間はかかりますけれども、おかげさまで鉄がどん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 溜まるのでね、メリットしかないと、私は思っております。まあ画面を占有してしまうので、トーテムの顔がピョコって出てるような、そんな感じになってます。それでは、おやすい。寝れた。まあ今日はね、ヒヤさんの調節というか、この間ね、歓迎会を行いましたよね、ヒヤさんの。なので、もうヒヤさんも正式メンバーということでね、うちは二人でやっていくというような流れで、やっていこうと思います。ではね、今日はですね、ネザートンネルの下の道の完成を目指したいと思います。その間ね、ヒヤさんの方でどんな動きがあるのか、夜になって、ファントムが出てくるのかとか、まあ、そういうのが分かるようにね、しておけばいいなということで、すげえ地味な作業。足りるとは思うんだけどね。まあ、一旦こう、黙々とやらせてもらうか。それでは、マグラジオ行きましょう。こちら、信じてくれると聞いてみました。マグ島のやつだな。うん、みんな信じてくれましたね。そう、罠にかかったんだよ、俺。で、再現できなかったんですよね。ネザーゲートが変なところに繋がるというね、現象が起こったんですよね。さあ、こちら、兄弟ネーム、エースさん。面白いことをしよう。焚き火を制作するとき、木炭は一個だろ。でもな、シェフたちがついてない武器で壊すとなんと。この続きは、自分の目で確かめるんだな。はっ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 は。兄弟ネームコロネロさん、石臼の上のホッパーつけて演者版ホッパーに入れたら石臼に入ってるか検証してくださいということでね、コメント2つご紹介しました。これを後でやりましょう。では画像紹介、ただのクレープ好きさん、かっこゆいさんですね、ホナオムライスありがとう。そしてもう一個、ブーレイオムライス2つありがとうございます。マグロアニマグニー焦点ホナオムライスダブル。そして、ただのクレープ好きゆいさんがもう一つね、スプラトゥーンで書いてくださいました。ありがとうございます。かなり持ってきたんだけども、まだね、左上の数字見て、まだこんなところだよ。はい、全然足りませんでした。どうやって帰るんだよこれね。え、ここまで来ちゃったけどどうやって帰るんだよこれ。ヒヤさんの方は今夜でございますね。いいですね、これ皆様と共有できるっていうのはすごくいいと思う。あ、ごめんごめん、消したパピポパ。あ、どうも、あ、どうもどうもどうも。で、コメントでご紹介したことをね、やっていこうと思います。それでね、私ちょっとね、やりたいことというか、道すがらにある要塞がね、いくつもあるのよ。で、要塞の中、ほらこういうところ、要塞の中抜けてんじゃないですか。ブレイズトラップ作れんじゃねえかって思ってるんですよ。まあもう道が繋がってるわけじゃん。ブレイズトラップはなんか経験値も効率よくできるし、なんだったら燃料取れるわけじゃないですか。要するに攻略から始めてやってきゃいいんじゃないかなと思ってます。例えば僕が冒険とか旅をしている間にヒアさんに石を集めてもらうとか、そういうことができればいいなと思ったんだけども、どうだろうな、石製造機を動かし続けることって無理だよねこれ。スマホじゃまず石臼にホッパーが繋がるかどうかを見てくれってことなんだけども、例えばここでいらないエンチャボンを引っ張り出してきて、はい、こうやって石臼に。じゃあ、焚き火に関してちょっと遊んでいこうよということで、石炭と棒と、これだっけ？丸太だっけ？これでできるよね？見て。こういう感じになるの。ね、焚き火は1個作るのにこうやって、炭1つと棒と丸太でできるわけ。これだから潰すと定説で言えば減るよね、大体が。まあ、例えば石炭がなくなってるとか、丸太が回収できなくなったとか、木の棒が全く回収できなくなるとか、必要な材料の中からどれかがなくなって大体ドロップするのが普通なんですよ。でも先ほどのコメントの意味深な感じ、シルクタッチ以外で潰してくれということだったので、今回素手で潰してみます。さあ、行きますよ。
何がドロップするのでしょうか。なぜに木炭が2個になってる。木の棒3つがなくなってんのはまあいいとしよう。ただ原木が3つもなくなってんのよ。これ焼けば3つの木炭ができるわけだから、まあでも焼くという手間を省く。いや待てよ、いや違うな。これでも考え方によっちゃ、こう初期、冒険を始めた初期だったらもしかしたら得なのかもしれないな。焚き火の不思議をご紹介させていただきました。いやちょっと待ってくれよ。はい、お休みモードにしといた。何日収録がもうみんなにバレちゃったじゃないか。まあまあ別にそれはいいんだけど。はい、それではですね、要塞の攻略に行きたいと思います。じゃあその間にまたヒヤさんのところでね、何が起こるかみんなもこうチラチラ、どっち見りゃいいのみたいな感じになってくると思うけど。はい、それはそれで楽しんでいただければと思います。さあ、行きましょうか。なんか持ってった方がいいもんあるかな。これが本当は、ヒヤさんの近くにあればいいだよ。ただ移動させるのすーげーめんどくせえ。そういう回作ってもいいですか。ヒヤさんのお仕事を作っていこうぜみたいな回で。やろうか、それね。また今度ね。今日がヒヤさんの本当正式なデビュー日です。新しいメンバーが加入しましたっていうタイトルつけれますから今日。実はね、すぐそこにもあるのよ。高速ロードの途中にある場所の方がいいに決まってんじゃないですか。移動も楽だし。だからこう、1個目に現れる要塞のところ。ここだ。待て。これを要塞に直結してるわけですよ。ね。皆さん、解放してあげるわ、ここでね。よし、じゃあ攻略を始めよう。宝箱等はあるはずだ。そして、なんだったら頭とかゲットできれば最高だぜ。うるえ。頭を落とせ。よし、じゃあこっちから先上がるか。上がって、お、いいね。宝箱まず一つ目。どうだ。で、ここはもうこれで終わり。でもなんか作り的に、ウィザスケとかがすげえ出づらそうな雰囲気あるな。向こう側にもあるんだな。反対側にもほら。だから本当にまたがってんだよね。おブレイズいたね今ね。ブレイズダメだよ。落とさねえなー。アイテムボーナスのエンチャント真剣につけないといけないですね。近くにわあいっぱい湧いてんな。ん、あぶら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 やっぱりネザーは危ねえ。お前は危ねえ。あった、早速見つけた。早速お目当てのものを早速発見しました。あ、2つあるな。湧くな。やばい。めちゃくちゃ湧くやんけ。なるほど、これをみんな言ってんのか。結構効率いいよっていう情報が本当にコメント欄に多くて。ちょっと待って、ピンポン来た。このタイミングで一旦ログアウトするわ。みんなちょっと待っててね。だってね、編集マグロリンク1マグロリンク1。戻りましたよ。ヒヤさんどうでしたか。まあと変わりないでしょうけどね。ヒヤさんの音をじゃあこっちで消して、これ頭、あ、大丈夫か。よし、やべ。まあいきなり出てくるとかどういうことだお前。帰ろう。やっぱり要塞は結構危険だな。なんだかんだやはり危険だわ。一番危険と言っても過言。よしよし、とりあえず ちる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 。ちょっと一旦逃げる。さあ、そう簡単には手に入らない、分かってはいるのだが、逃亡版のブレイズさ、割と親切だよな。身を隠せば、やめろ。マイクラはなかなかうまいんだぞ私。別にガストとかこの人たちと戦いに来たわけじゃ、宝箱をもうちょっとねやっぱり探したいので、ここの作りとも完璧に理解していかないといけないね。スポーナーがめちゃくちゃにあるから、どうやって、処理していくかだよな。一旦松明で動き止めといてもいいかもしれないしね。松明で止まるのかどうかもちょっともう定かではないので。ヒヤさんのもしっかり雨降ってますね。外は雨、雷とか落ちたら分かるもんね。ヒヤさんの方で落ちれば、待って、果たしてこれで湧き潰しになるのかっていうところもありますけど。で、ちょっと待って、もう終わりこれもしかして。え、あ、下ある、あっち行こう。うれ、宝箱、お、めちゃくちゃ、うわ、すげえ、やったぜ。うわーい、ごめんなさい、大きい声出ちゃいました。また
やったにやったに。でここいらないやつボンポポポポって入れとくわ、ここにね、ゴミ箱にする、あれゴミ箱に。チェストも持ってくぞ。やったにやったに。でこんなにうまい鎧こんなにいらないけど。一撃？分かった分かった分かった。やべえの後ろから来てっから、やべえの後ろから来てっから。わおし、あ足音で分かんない。あやべえの後ろから来てっから。待てってお前、なんだここやべえ。なんだかんだ結局助かったぞ。確実に終わったと思ったんだけど、なんだかんだ助かっちゃった。おるる、待て待て待て、落ち着け落ち着け。おるる、一体なら大したことないの。おお、ん宝箱だこれ。おお、やった。なんか適当にジャンプしてきたら新しい宝箱を発見したんですよ。まだ攻略しきれていないということだな。おい、俺に楽しみをくれるんじゃねえのか。ヒアさんの画面映さない方がいいなって思う方いればね、おっしゃってくださいね。ヒアさんはたまに現れるからこその価値があるんだよなんてね、いう意見もあるかもしれないから、皆様のご意見を取り入れられるわけじゃないんで、あくまで参考にさせていただくということで、そのあたりをご了承いただければ。はい。身のよじり方がさ、なんとも言えんだよな。今日はヒアさんデビュー日でございましたが、今日はこの辺りで終わっておきたいと思います。じゃ、ちょっと鉄確認しますね。今日大使やってないんですけど、どれぐらいで集まったでしょうかね。おー、結構集まってんじゃないですか。今日は結構良かったと思いますよ。ヒアさん、お疲れ様です。ヒアさんと、お会いしたらですね、ここは外しておきますね。はい、そんなわけでですね、本日はこの辺りで終了でございます。今日から、正式デビューを果たしたヒアさん、よろしくお願いいたします。画面をね、いつでもこう出せるようになったということが、もう何度もこう言えず、私的には、楽しい、収録時間になるのかなと思っております。はい、皆様のご意見お待ちしております。では、本日誕生日の兄弟たちを、おめでとうございます。なぎりですし。そして皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。ほら、なぎりですし。